あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は緑市笠懸町鹿にある八尾飯飯店さんに来ています。おすすめにあったこのお店、久々にいいとこ来ましたね。駐車場は店前にあります。とってもリーズナブルだということで、それでは中へ。店内はテーブル席です。結構広めな店内です。漫画本がすごすぎますね。お店レベルだよこれ。漫画好きな方は読みながら待てますね。壁にはメニューが貼られています。いやこれは安い。私たちはこの席へ座りました。卓上はシンプルです。メニューです。さすが町中華ですね。ラーメンの種類がすごいです。ミニができるのもありがたい。夏季限定メニューや飲み物もあります。こちらはご飯系です。セットや定食、とにかくリーズナブルです。一品料理もありますよ。ドン系もいいね。噛みまくるチャーハン650円。ドロロン。口コミによるとチャーハン美味しいって書いてあったので、スープがついてサラダがついてきます。このしっとり系のチャーハンいいですね。うまげ。これドレッシング美味しい。ドレッシング。こちらのスープ昔ながらっぽい。わかめネギ入りです。こちらも飲んでみましょう。あーやっぱ懐かしい感じですね。いいよいいよこういうの。そしてこのチャーハンです。懐かしさ満点。いい匂いです。ハム、ナルト、ネギ、卵ですね。あとチャーシュー。優しい味なんですけど美味しいです。で、中はこんな感じです。チャーシューの味の濃さとマッチしてます。噛みまくる肉丼セット840円。ドロロン。これで840円は素晴らしい。サラダがついて玉ねぎたっぷりの肉丼です。お肉はロースですね。こちらは昔ながらのラーメンです。しっかりした色のスープがまたいいですね。スープを見てみましょう。いいオイリー感。そして麺は中太麺です。どこまでも懐かしい感じ。チャーシューめっけた。こちらは肉丼です。
玉ねぎとネギが入ってますよ。ご飯はこんな感じ。すげえうまそう。それでは食べてみましょう。玉ねぎとネギどっちもっていうのは初ですね。うわーうまい。このタレがすごい美味しいですね。甘じょっぱさがたまりません。ネギもめっちゃ合いますね。香りがとってもいいです。何気に丼が大きくて嬉しい。さっぱりラーメンにはとても合いますよ。中はこんな感じです。美味しいタレがいっぱいで米までうまいチャーハン、ごちそうさまでした。肉丼セット、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。めっちゃ美味しかったです。昔ながらの懐かしい味がとても好き。メニューも豊富でリーズナブルだから毎日来たいね。口コミだと入るのに必要と書いてありましたが、これで入れるね。私がおすすめ。本日はごちそうさまでした。